私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。氷川きよしを売ろう。焦って限界を超える必要がない。氷川きよしの芯はしっかりしている。MISIA、NHK、ライブエールに出演決定。小林武史のピアノで加藤登紀子とスペシャルコラボ。確固たる芯を持つ氷川きよし。氷川は27日に投稿したインスタグラムで戦う女性の憧れ。強い生き方、ジャンヌ・ダルク・バイキー・アイナ、と綴り、フランスの国民的ヒロインのジャンヌ・ダルクに扮した姿を公開しました。自身の生き方をジャンヌに投影しているのでしょうが、そんな姿をファンに見せようとすればするほど、どこかで精神的な負担が生まれていたのかもしれません。日に日に腰痛になっていく氷川にファンから称賛の声が相次いでいますが、本人もそんなファンの声に応えようと必死なのかもしれませんね。氷川は今年12月31日をもって歌手活動を休止することを発表している。おそらくその集大成は大晦日の NHK 紅白歌合戦の台取りになるだろうと言われているが、一方でファンからはそのまま芸能界を引退するのではないかと心配する声も上がっている。氷川の生き方に多くのファンが共感している。1日も早くストレスのない限界突破ができることを祈りたい。氷川は仕方ない。多かれ少なかれみんなストレスはあるよね。心のバランス。皆さんも気をつけて、と綴り、赤い発疹が出た自身の足の写真を公開。また、翌27日にも再び発疹の写真を投稿し、心と身体の SOS。限界なのかも。なかなか引かない。やっぱストレース。限界突破したい。と、訴え人生なんかなんとでもなる。って思わないとね。と、胸の内を吐露した。氷川の悲痛な叫びに、ファンからは、などといったコメントが上がっている。かなりひどい発疹だ、ね。ストレス溜まってるんだろうな。体調大丈夫かな？ちょっと無理をしすぎのような。やっぱり自分の本当の姿を見せるっていうのは精神的にもきついのかもしれないね。自分のイメージを変えようと必死になりすぎているように見える。そんなに焦らずに徐々にやっていけばいいと思いますよ。すっかり昔の自分から解放されたのかと思ってたけど精神的にかなりストレスがあったんだろうね。焦らずに徐々に限界突破してください。歌手の氷川きよしが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ストレスによる身体の異変を告白し、ファンから心配の声が上がっている。またはその他のニュース。MISIA が NHK、ライブエールに出演決定。小林武史のピアノで加藤登紀子とのスペシャルコラボを実現。今回歌唱される、花はどこへ行った、は、繰り返される戦争の負の連鎖を断ち切る願いを込め、MISIA が新たな歌詞を書き加えたスペシャルバージョンとなり、ピアノ演奏は小林武史が務める。さらに、矢野顕子が今こそ MISIA に歌ってほしいと平和を願って作った、希望の歌、も歌唱。平和で希望に溢れた明日に向かって一歩ずつ進んでいく決意をマーチングバンドの演奏と共に伝える。MISIA の渾身のパフォーマンスをお見逃しなく。出演、あいみょん、宇多田ヒカル、大黒摩季、加藤登紀子、さだまさし、純烈、世間の終わり、ドパムップ、ニジュー、氷川きよし、平原綾香、福山雅治、細川たかし、MISIA、三浦大知、森山直太郎、緑黄色社会ほか、世界中で歌われている反戦歌、花はどこへ行った、を、加藤登紀子との特別共演で披露する。MISIA、NHK、ライブエール、出演決定。小林武史のピアノ演奏で加藤登紀子との特別コラボも披露。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。